にちは、鈴木です。今日もですね、皆様に動画をお伝えしたいと思います。今日はですね、パフォーマンスアップですね、スポーツのパフォーマンスですね。まあ何の競技でもそうですね、野球であったりとか、サッカーであったりとか、バスケットであったりとか、テニスであったりとか、何のスポーツでもそうなんですけども、このパフォーマンスを上げていく、足を速くするであったりとか、球速を上げていくであったりとか、バスケットのドリブルをうまくするであったりとか、ね、テニスの試合で勝てるようになるであったりとか、そういったパフォーマンスアップの、まあ、ちょっとしたコツというかですね、こういったところを気をつけた方がいいよというね、ポイントをですね、ご説明したいなと思います。常々ですね、私はですね、パフォーマンスを上げるには2つしかないっていうのね、お話をしています。それは何かというと、その競技のしやすい体に変えてしまう。何を変えてしまうかというと、人間のいわゆる骨組みですね。骨格ですね。というものをその競技のしやすいようにカスタマイズしてしまうということですね。なので、投げやすい骨格、走りやすい骨格、ね、ドリブルがしやすい骨格っていう風に変えていくっていうことをですね、メインに行っています。そしてさらにその競技の持っている競技特性ですね、競技方法。走法とか、ね、打法とか、投法とか、まあ言われるところですね。その方法論を改善していくっていうね、その2つをですね、私は常々行っています。そして、パフォーマンスを上げていくっていうことなんですけども、まあ、この基本的な2本柱ですね、骨格を変えていく、その競技の方法論を改善していくっていう、この2本柱はもちろんなんですけれども、今日はですね、ちょっと違ったパフォーマンスアップの観点を皆様にご紹介したいなというふうに思います。じゃあ一体それが何なのかというと、まあ、当然ながらですけれども、日々、その競技の練習をすると思うんですけども、その練習をする際にですね、いわゆるどんどんパフォーマンスが伸びていく練習の方法と、あまり伸びない、そんなにパフォーマンスが変わらない練習の方法というものがあるということですね。それは何かというと、いわゆる気力というものですね。そしてもう一つが、いわゆる体力、体のコンディションということです。この2つのバランスっていうところを整えておかないと、練習においてパフォーマンスが向上していくっていうのがなかなか達成しづらくなってしまうということです。どういうことかというと、すごくいい選手というのは、やる気100です。よっしゃ、やったんぞっていうね、やる気100です。その時に、100% のパフォーマンスが発揮できるっていうことです。100-100っていうことですね。これ非常にいいですよね。8割でやろうと思ったら8割のパフォーマンスが出る。ね、よっしゃ、マックスでいくぞって言ったらマックスのパフォーマンスが出る。これやっぱ最高でいい状態ですよね。で、良くない状態。こういう状態で練習を続けても、ね、パフォーマンスというのは上がることはないですよっていうのは何かっていうと、やる気100。パフォーマンス80。こういう状態です。こういう状態です。今、すごく頑張ろうとしている、マックスを出そうとしているのに、実際に出たパフォーマンスは 80% だった。これっていうのは、体に抑制というものが入っています。抑制というものが入っています。それは何かというと、脳が自分の体に無理をさせないために、自分で力の出力を抑えちゃうっていう現象のことを抑制って言います。それがかかっている状態がこの状態です。やる気は100、気力100なんだけど、パフォーマンス80っていう、こういう状態。こういう状態の時っていうのは、まあ、往々にして、オーバーユーズですね。いわゆる使いすぎの状態。疲労が溜まってしまっている状態。なのにやらなきゃいけない、みたいなね。そういう状況の時が多いです。逆にですね。ちょっと今日はマックスというよりかは少しだけ余力を残したようなやり方をしよう。80% ぐらいの感じでやろう。でも骨格を改善するであったりとか、ね、さっき言った方法論を改善することによって出てきたパフォーマンスはマックスと変わらない。
やる気80、少し余力を残した状態で 100% のパフォーマンスを出すということですね。これ一番伸びる状態です。この状態で練習を続けることができると、どん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 パフォーマンスというのは上がってくるわけですね。気力80、少し余力を残した状態で 100% のパフォーマンスを出す。ということは逆に言うと、よし、マックスでやるぞって言った時には、こっちは、ね、100でやろうとしたら、こっちは120ぐらいが出る可能性があるってことですね。そうやってパフォーマンスは向上していくということです。なのでね、まあちょっとこう、怒りっぽい監督の人が、やれやれみたいな感じでね、常にこう 100% でやれみたいな、常に一生懸命やれみたいな感じの、気力100を求めてしまうと、100の時はまだいいんですけども、どん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 疲れが溜まったりとか、連日の練習であったりとかで、でもやれやれ、一生懸命やれってなってきて、パフォーマンスが出ていない状態っていうのは、非常によろしくないということです。抑制がかかってしまう状態です。ではなくて、少し余力が残した状態なんですけども、いろんな骨格の改善であったり、方法論の改善をすることによって、100% のパフォーマンスを出てしまう状態にしている。そうするとパフォーマンスというのは一番向上しやすくなってくるということです。なのでこの80-100っていうね、この状態をどん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 続けることによってパフォーマンスというのは上がってくるということです。そして試合で強いのはここですね。100でやろうとしたら100が出るっていうこの状態ですね、っていうのがやっぱ試合に強い状態ということがあるわけですね。なのでこの気力と体力の配分、自分は気力100、体力80、パフォーマンス80になってないかなっていうところをね、日頃から気をつけて練習というものを取り組んであげると、パフォーマンスをね、向上させるのに非常に近道になってくると思います。ぜひですね、これを参考にして、ご自身のですね、練習をね、もう一度見つめてみてはいかがでしょうか。はい、本日はこちらでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。